第3章慶応2年1月23日の夜のこと、京都の薩州藩邸で薩長両藩の主だった者と会合をして、すっかり両藩の連合並びに倒幕の秘密盟約を結ばせてしまった龍馬は、この一両年というもの全く寝食を忘れてそのことにのみ奔走してきたので、さすがに重荷を下ろしたようにほっとなり、久しぶりに自分の宿へ帰りました。宿というのは伏見の寺田や長州の桂小五郎や薩州の西郷吉之助、大久保一蔵などが龍馬の身を心配して引き止め、もうしばらくこの薩摩藩邸にいることにしたらよろしからぼと言ったが、龍馬はもう帰り支度を始めて、ありがとう。しかし今夜の結果を知りたがって宿元へ訪ねてきている同志たちもあろうから、わしはやはり帰ることにしよう。ずいぶん気をつけたがいいぞ。貴公の首は四方八方から狙われているのだから。そうだろう。幕府の喜ばない計画ばかりしているからな。だがまだまだ首をやるわけにはいかん。仕事はまだ手始めだからな。いや、今度の件についての貴公や中岡の骨折りは実に並大抵ではなかった。長州側から言ったわがままだけでも並々の無理ではなかったのに、聞けば薩州の方からも相当わがままが出たということだから、それを向こうをなだめこっちをすかし、よく気長に熱心にやってくれたよ。貴公たちの骨彫りがなかったら両藩はまだ意固地になっていがみ合っていたかもしれない。両藩のいがみ合いは幕府の最も喜ぶところで、それを取りなしをして手を握らせたのは貴公や中岡だから、諸子代や守護職の手の者が血眼になって貴公らを狙っている。本当に危ないぞ。桂さん、分かっている。諸君の行為に背くようなことは龍馬決してやらぬ。安心してくれ。それじゃあ帰れ。定めて龍子が待っていることだろう。桂は龍子という女の名前をわざと龍子と言ってからかいます。おいおい桂、西郷先生の前だ。ちっと言葉を慎め。坂本さん、龍子というのは誰のことな。近頃新しくできた同志でごわすか。西郷が真面目腐って尋ねるので、龍馬は困ってしまう。桂はそれを見て面白がる。と大久保が、西郷殿、その龍子というのはな、伏見寺田屋にいる美形なんだ。もっとも美形といっても芸妓とはまた趣が変わって、大久保、もう勘弁してくれ。わしはもう逃げるぞ。こう総攻撃を受けては海援隊の船にでも逃げ込まぬとかなわん。諸君、しからばごめんくだされ。龍馬が逃げるようにして部屋を出ると、一度もどぼっと高笑いをしてどやどやと玄関まで送り出してまいります。薩長連合を作し、それを成就された龍馬は何といっても当時の立役者でございます。寺田屋へ帰り着いたのは5つ過ぎ。奥から龍子が飛んできて、お帰りなされませ。まあえらいおひげが伸びましたこと。武将ひげを伸ばすようなむさい男は嫌いじゃろう。あら、存じません。憎らしい。仲良く冗談めいたことを言い合いながら廊下を龍馬の座敷へ近づくと、突然しょぼじのうちから突拍子もない高笑い。おいおい、よい加減にせんかい。一人者の三好新蔵がしびれを切らして待っているんだぜ。なんじゃ、三好が来ているのか。龍子、それならそれとなぜ早く知らせてくれんのじゃ。お知らせ申し上げようとしているうちに、あなたがあんなことをおっしゃるものですから、何もかも忘れてしまったのでございます。うまいことを言っちょるぞ。しばらくぶりで可愛い卵の顔を見て嬉しくて夢中になったとなぜ正直に言わんのじゃ。存じません。何とでもおっしゃりません。この龍子の父は直崎周作という京都の町医者で、来三木三郎や梅田雲賓などと親しく交わりを結び、かの安政の大国に際し他の同志と共に捕らえられ、江戸へ押送せられて老死をいたした勤王志士の一人であります。おい龍子、酒だ酒だ、今夜はうんとごちそうをしてくれ。三好と二人で飲み明かすのじゃ。こんな喜ばしい愉快な晩はない。ではいよいよ連合密約が成り立ったか。そいつはめでたい。今日中になんとか目鼻がつくと貴公から知らせがあったから、早くその様子が知りたいと七つ頃から来て待っていたのだ。そうか、それじゃあ飲み明かしてもまだ足りんぞ。芸妓を呼べ、裸踊りじゃ。龍子にも二人の話が何であるかはよく分かっていたので、まあ坂本様おめでとうございます。うん、喜んでくれ。長い間ずいぶん骨を折ったが、ようやくその甲斐があったのだ。やがて酒魚が運ばれる。二人は芸妓を相手に時の経つのを忘れて飲めや歌への乱痴気騒ぎ。やがてさすがに連日の疲れも手伝って教則に身を寄せてうとうと始める。一方龍子はいつものこととて寝る前にお湯に入りますと、塀の外にどやどやという足音。何事ならんと覗いてみて驚いた。伏見奉行の組下らしいものが50、60人、手に御用のちょぼちんに実手をひらめかして屋敷の前後へひしひしと詰めかけてまいります。子供の折から獅子の娘として見もし聞きもしているので、これは大変と龍子は風呂から飛び出すと、体も拭かずすぐに浴衣も引っ掛けたまま慌ただしく裏はしごから2階座敷へかけてきて「大変です、坂本様、お役人様が。新選組か見張り組か。いいえ、伏見のお奉行所から。よし分かった、お前は下へ行っていろ。それから騒ぎが始まっても決してその場へ出るではないぞ。お二人とも今のうち早うお逃げ遊ばしては。うん、よし大丈夫だ」と龍馬は落ち着いたもの。龍子はそのまま下へ降りて行きました。その時すでに表へ回った役人どもはまだ鍵をかけてなかったくぐり戸を開けてお上の登勢を外へ呼び出し、2階座敷に侍が2人いるであろうな。確かに探索して参ったのだから偽りを申すとためにならんぞ。はい、そのおりますでございます。薩州様のご家来だそうで。余計なことは申さずともよい。その2人は今何をいたしぼるか。寝ているか起きているか。最前まで稽古のお酌でお酒を召し上がっておりましたが、ただ今お二人きりで何やらお話しなされているようです。ええ、芸妓のことなど聞きはせぬ。とかく余計なことをしゃべって暇取らせるやつだ。武器は大将のほかに何か所持いたしおるか。さあ、大将のほかにどのようなものをお持ちやら、私どもおなごにはさっぱりとわかりません。短筒など所持いたしおらぬか。鉄砲でございますか。ああ、そうそう。何でも一人のお武家様は鉄砲の名人とかで、この間女中どもが噂いたしておりましたが、それでは短筒とやらもお持ちかもしれません。それからお一人の方は長柄の達人で、狭いお座敷のうちで2軒への槍を小太刀を使うように使ってみせたと、これは番頭の話でございます。ご同役いかがいたそう。そうさな。お上はさすが度胸の座ったもの。奉行所の取り手に取り囲まれながら、心の中ではこんな臆病者が何十人何百人立ち向かったとて、坂本様や三好様を捕らえることができるものではないと思いながらも、しかし万一ということもあるから、なるだけ暇つぶしをしてその間に2階の2人が気づいて逃げてくれるようにと思いながらことさらに何のかのとおしゃべりをしているのでございます。さてこちらは2階の2人こうなっては今さら致し方がないと早くも覚悟を決めて龍馬は大刀を左につかみ右手には短筒を構え片膝立ちになってはしご段の上に待ち受ける。三好は後ろの襖を外し槍を構えて裏はしご口の方へと気を配る。やがて表の方の取り手がどやどやとなだれ込んではしご段の下まで迫ってくると龍馬は上から声荒らげ「深夜城下に乱入いたす強盗、この短筒が目につかぬか」取り手と知りながらわざと強盗と言ったのは龍馬自身武器を構えているのでとっさの基地であります。取り手は御用の提灯を高く前へ突き出して「伏見町奉行林肥後守の命じゃ、神妙にいたせ。肥後守が我らに何の用事じゃ。我らは薩摩藩士じゃ。用があるなら藩邸へ行け。じきじき肥後守の支配を受けるいわれはない」。龍馬の言の終わらぬうちはしごの中ほどまで駆け上がった一人の取り手が龍馬をめがけて小火鉢を投げつける。火は三時灰は飛んでもうもうとうつまく間から五六人の取り手がいちょものごとくに駆け上がってくる。おおこれまでと龍馬は短筒を乱射するといつの間に迫ったか一人の取り手が十手を飛ばして龍馬の左肩へ打ち込んでくる。刀を抜くにいとまがなく龍馬は右手の短筒でカッと払ったが小手が滑って親指をしたたかに傷つけられチッといって舌打ちをする。その舌打ちを三好は龍馬がやられたとでも思ったのか身を引いて龍馬をかばいながら激しく槍を振るう。龍馬も大刀の鞘を払ってなぎ立てる。せっかく2階へ踏み込んだ取り手もなだれぼぶって下へ退く。三好が槍を取りなぼちておわんとするのも「おいやめろ」と小声に制して「逃げろ」と後ろの屋根を指さす。聞こう、足も逃げる。龍馬は右手の親指から滴る血潮をなめながらつと屋根へ出て林家との間の空き地にひらり飛び降りました。幸い取り手はそこには侵入しておりません。林家の勝手口を二人で押し破り驚く歌人に口早に挨拶をしてまたその林家から林家へと三軒先まで同じことをして通り抜けてつと往来へ飛び出すと取り手は早くも影を追ってつけてまいります。二人は辛くも河原へ逃れいで五六丁をひた走って取り手の目をかすめ牙の材木の影に身を潜めて一息入れる。三好は歯ぎしりしながら「到底ダメだろう。この様子では四方を囲まれているに違いない。取り手の手にかかるのは残念じゃ。俺はここで腹を切る。まだ早い。逃れるだけは逃れにはならん。薩摩屋敷が近くにあるはずじゃ。どうでもそこまで逃げよう」。二人は明け方近くまで材木の間に息を殺して忍び東がしらみかけると三好が「それじゃあ貴公はここに待っておれ。うまくいくかいかぬか、わしが薩摩屋敷へ駆けつけることにする。うん、やってみろ。わしはここにいて見つけられたら腹を切るまでじゃ」。三好は川のほとりへ出て血潮を洗いわらじを拾って旅人にやつし幸い無事に薩摩屋敷へ駆け込むことができました。応接に出たのは薩摩藩士大山彦八で昨夜貴公と坂本先生が難にあった一部始終は龍子という女が知らしてきた。西郷先生がことのほかに腹を立てられ伏見奉行所を踏みつぶしてしまえと言われたが奥母どんがなだめてすぐにそれぞれ手分けをして貴公らの行方を探しているのじゃ。さようか、龍子からもお知らせがあったのか。あの女いよいよもってしっかり者じゃな。とにかく田原の牙に坂本が隠れているからすぐ迎えに行ってもらいたい。よろしい。居所さえ分かればもう大丈夫だ。早速大山彦八が小舟を用意し殺州公の紋所を染めた旗を押し立てて、5、6人の宗師と共に龍馬を迎えてきました。龍馬の負傷はただ実手で打たれて、親指の皮が破れただけのように見えたが、実は骨まで砕かれていたので、全身に発熱が激しく、そのまま床についてしまいました。龍子はひどく心を痛め、夜の目も眠らず、月きっての介抱。さて、事変をその夜のうちに、龍子が単身薩摩屋敷へ知らしてきたこと、それというので、藩邸から人を四方に走らして、行方を尋ねたため、伏見奉行の方でも、もし薩州の家来たちを相手にするようなことになっては、一層ことが面倒になると思って、追跡の手を緩めたこと。それらがために、龍馬ら2人は命を全うすることができたのであって、大久保や西郷までも、龍子の機敏な働きを激処罰しております。